どうも、クマと申します。本日もヴァンパイアサバイバーズやっていきます。どうぞよろしくお願いいたします。本日挑戦していくのは、麺屋スペルムーンで、10万体の敵を1回で倒すというのを挑戦していきます。アチーブメントの状況も264分の244と、本当に終わりを迎えてきつつあるのかなと。で、この DLC がめちゃくちゃ多いんで、ここがね、今度は中心的になるのかなと思います。で、メイヤムーンスペルで10万体を倒す。これはエンドレスモードで、到達しようかなと思ってますが、合わせてですね、このシークレットの中に、まだ解放していないキャラクターたちが、いろいろいますよと。で、前回、この遺骨地帯でただ一つ、花が咲いている場所を探す。ここができなかったので、これをね、再度挑戦していこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、早速、メイヤでやっていきましょう。メイヤムーンスペル。で、遺骨地帯。で、エンドレスモードと。で、どうやら上の方にあるらしいので、上の方を、探していく感じでいいかなと思ってます。それでは、レッツゴー。で、まずは、引き寄せ取っちゃうか。ここはあんまりアイテムがないんですけど、まず初期位置を確認しとこう。初期位置は、なるほど。こいつのラインだね。こいつのラインを行けば多分あるはず。なので、しっかり初期位置を見失わないように、まずはレベリングしましょう。もう死にそうだけど。あれ、ダメージ当たんない。 あれ、ダメージ当たんない。まずい。じゃあ、ちょっと武器買おうか。適当な武器買いましょう。そうね。たまには、チェリーボム買うか。オッケー。チェリーボムさえあれば、なんとかなるでしょう。さすがに攻撃が通らず、経験値が吸えないとね。倒せないので。シャドウサーバントはカオスなんだよな。これリロールして、ろうそく取っちゃう。初期位置をマジで見失わないようにしようと思ったけど、そういえばあれでアイテム買っちゃうと初期位置見失っちゃう。プリズマミサイル買っちゃいましょう。最終的には、とりあえずこの辺で戦おう。マジで見失う、これ。ここね、このラインね、このライン。やべえ、あいつからアイテム買うの失敗したな。アイテム買うと初期位置わかんなくなっちゃうな、マジで。スプレッドショットは、空白の章ですね。ただちょっとだるいので、これは。王の聖書か、まあ、いっか。今欲しいアイテムが、王冠と風魔だね。で、枠が1余りと。チェリーボムを買ったって。マナか、ニンニクか。ニンニクでいっか、じゃあ。ニンニクは個人的に結構弱いと思ってますが。いいでしょう。割と何の武器持ってても、なんとかなりそうなのが、バンサバのいいところ。このラインね、このライン。ここから、こうって感じか。聖水取っちゃいますか。これで引き寄せが必要ですよと。で、これで縦横軸が真ん中どこか見失うんですが、多分この辺ってことだね。この右側の、このカーペットみたいなライン、これさえ覚えておきましょう。エスカルはいらないので、ここリロールして探しに行ってもいいけど、探しに行くか。オッケー、ここのラインはマジで見失っちゃいけない。リロールしてアイテムを探したい。トマト。ニンニクの進化アイテムですね。
で今回キューブ機割と多めなので、まあ、まずはキューブ機から進化していって、まあ、キューブ機って言い方が合ってるか分かりませんが昔の武器から進化していきましょうか。リロールして王冠と。ただ王冠拾えたんで王冠優先度高いっすね。やっぱこのね序盤さっさとレベリングをしちゃいたいっていうのが結構大きいので、特にこのマップは敵がかなり強いので、まあ、なるべく早めのレベリングでいきたいですね。てかエンドレスモードオンにしたっけ。やべ、してねえかもしれない。してないかもしれないですね。なんか探したい。そっか、枠位置あまりあったから副車取ってもよかったか。オッケー。もう一枠じゃあ副車にしちゃいますか。発射弾数1枠で。まあ、チェリーボムでもね、強いので、まあ、上げてっていいでしょう。なんでもいいか。俺、宝箱を、取っちゃうか。まあ一連なんですよね、所詮。で、メイヤはね、この移動速度がめちゃんこ遅いんで、あ、ほうれん草でもいいか、火力アップ。いっか。あんまりこの、指輪系を、移動させない方がいいかもしれないですね、もしかすると。これはほうれん草、いやニンニクだね。さあもうだいぶ武器枠も埋まっているので火力自体はこの辺は安定してますね。とはいえやはりここら辺 HP が高いのと、あとこのね骸骨復活するんで、まあ、近寄っては気はする。わ、てか HP やば、止まって。いやただこの右のラインを失わないようにマジで。で王冠、このラインを見失うとマジで厄介だ。そういう意味では買わない方が良かったね、あいつから。まあなんとか1レベル上げれば良かっただけなんで、無理に買う必要はなかったかもしれない。これは何でもいいか、ろうそく上げときますか。まあ春夏秋冬、レベルマックスろうそくが必要なので、上げといて損はないですね。これはニンニクですかね。まあ、なるべく進化を見据えていきたいと。さあこの弾はねニンニクがあるおかげでほぼほぼ無効化できてますよと。これは聖書かな。これ進化できないよね、この箱ね。まあ、取っちゃいますか、じゃあ。OK。まあ、ただ1レベル分のアップでしかないと。でも、ニンニク、そうだ。気づかなかったけど、いつの間にかニンニク聖書の、過去のね、過去、流行ってた構成ですね。私は好きな構成ではないですが。まあ一応理にはかなってるよね。ニンニクでノックバック耐性下げて、まあ聖書でノックバックさせるみたいな。2年前ぐらいに流行ってた構成ですね。これは春夏秋冬取りましょう。ちょっと火力が足りないか。やばいな。ちょっと火力が足りない。プリズマミサイル。そうか、プリズマあるから空白の書とかが相性いい。これはプリズマミサイル。
プリズマはレベルマックスにすれば王冠マックスなので進化は可能となりますよ。これは聖水あげましょう。まあ、ニンニクよりも圧倒的に聖水の方がもちろん強いので。春夏秋冬や、いや春夏秋冬でいっか。まあローストか上げることによって全体火力も上がりますし、春夏秋冬の進化はねマジで強いのでと思ってる私は私はそう思ってる。プリズマミサイルを上げましょう。なんか旧武器優先してもいいかなと思ったけど、別に新武器が進化するならそれに越したことはもちろんないので、これは春夏秋冬上げて、で現在7分まだね進化できる武器はない状態ですね。なかなかちょっと分散してしまって経験値が、さあ8分に引き寄せがあるので、まあ、しっかり位置通りだけしっかりして、プリズマミサイルでいくか。で引き寄せられますよ。春夏秋冬、春夏秋冬あと1プラスろうそくですね。 OK、 春夏秋冬これで上がるよと。ただろうそくがそっかまだ上がってないからダメです。これは聖水ですね。さすがに2、3進化すればこの指輪も取っちゃって大丈夫だと思いますので、 2,3 進化後に指輪取って、でまあ北を目指していく感じにしましょう。なんかその花畑がねあんまり大きくないらしいんですよ。だからまっすぐ行かないと気づかないらしいです。これ取っちゃってもいいか。ニンニクかい、まあいいでしょう。こういうニンニクを取っちゃうとね、ニンニクはいらねえなってなるんだよね。これはさすがに何もないんでほうれん草をあげますか。全体火力アップとなります。まあ、チェリーボムをもちろん上げてもいいんですが、それであれば全体火力を上げた方が、まあ安定してくるのかなと。これは聖書を上げていきたいですね。横のラインは見逃さないようにしよう。これはろうそくですね。ろうそくあと2レベル。ニンニク。冷水。お、ろうそくあと1レベル。だんだん実ってきましたね。次の宝箱で進化できるぐらいがやっぱ望ましいですね。10分さあ引き寄せがあるので待ちましょう。 OK、 聖水、いやプリズマミサイルがいい。プリズマミサイル進化可能。ろうそくで春夏秋冬進化可能。あ、間違ってニンニクかけたけど聖水の方が良かった。で緑の死神が到着しますよと。こいつはね足が速くて厄介ですよ。こいつはこいつでしかも火力が高い。うわやべやばやばやば、死ぬ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 。これニンニクあげると進化可能になるんで一旦ちょっとする。ここね HP 回復出ないから結構辛いですね。この横のラインを意識しなきゃいけないし、
いた、出た、出た、勝った。いて、出て、出て、出て。これ、ほうれん草で全体火力上げちゃいましょう。OK。2つ出たので、これはラッキーですね。オッケー。新武器が2つ進化と。で、あとこっからは旧武器シリーズなので、ニンニクも上げて、しっかり進化させていきたいですね。もう一進化待つか。さあ、ただ順調に強くはなってきている。あ、このラインは、ちょっとあまりまたぎたくない。ほうれん草を上げて、全体火力を伸ばす。で、メイヤー足遅いんでね、上行くのも結構足遅いと思うんだよ。もう2進化してるから取っちゃいますか。はい。さすがに2進化してるのでマントマンたちも倒せるでしょう。でアルカナもありますね。これは、フーマとかあげるか。テリーボンド。さあ、なんか良さげなのありますかと。これでいっか。 OK、 これで聖水も進化可能ですね。じゃあ、あと2進化したら上行こうか。まあでも王の聖書ちょっと長いのか。これあ、てか聖書もまだ進化してないのか。あ、じゃあ、あと3進化あるのか。ほうれん草で全体火力アップ。一応右のラインを意識しながら戦ってんだけど、なんかずれてそうで怖いね。多分ずれてはいないと思うが。王の聖書。王の聖書。これで、キュービキも全部レベルマックスになった。まあ、チェリーボムはね、進化できないので、あれですけど。なので、こっからもうエンター連打で適当でいいですか。何が上がってもまあいいかって感じですね。まあ、もちろん引き寄せが一番最後とかの方が効率はいいのかもしれませんが、まあ、そんなの気にしなくていいでしょう。はい、これで何かが進化。聖水ですね。オッケーオッケー。素晴らしい。マントマン強いね。マントマン強いわ。このレベル帯になってもまだ強いし。経験値欲しい。でメイヤーあれだね、10万体討伐今現在14分で2万ぐらいなんで、あんまり思いのほかうまくいってない、ね、これはこれで。
OK。じゃあ、北に向かいましょう。この左のラインを意識して。もう北行っていいでしょう。多分この辺が真ん中なはず。で、花畑がどっかにあるはず。なんか赤い死神、まあかなり移動速度が 200% ぐらいのキャラだったかな。それでもね、なんか北は2分ぐらいかかるらしいんですよ。かなり遠い。メイヤとか足の遅いキャラクターだとめちゃくちゃ時間かかると思う。さあ、ラインがずれてないことを願いますね。大体15分ぐらいから歩き出したんで、ワンチャン到着が19分とかなのかな。まあ右のラインはしっかり見落とさないように。まあ宝箱とかは見落としてもまあ引き寄せがあるので大丈夫ですね。そう考えると狂乱の調べマジで便利すぎてちょっと手放せない状態になってます。これで経験値だけ取っちゃいましょうか。はい、 OK ですね。まあ割と近いんでこれは取っちゃいましょう。はい、進化ニンニク魂ぐらいだっけになりましたよ。一応ノックバック耐性ダウンは引き続きついていて、まあ、HP 回復も、まあ、ついてくるみたいな進化武器になってますが、何分威力が低いのと、まああんまり強くないという感じですね。今はノックバックとか気にしない時代だしね。おそらく19分ぐらいに着く想定ではいるものの、まあ見逃しがないようにだけはしていきましょう。小さい花畑らしいんだけど、マジでどれぐらい小さいかが全くわからないので、まあ、気をつけなければいけない。一応2分間ぐらいは北に来てるのかな、これで。17分。これか！これだな。これ花畑だよね、明らか。あ、オッケー！解放されましたね。なるほど、花畑か？っていう感じでしたが、まあ一応解放することができました。30分以内の解放もできた。なるほど、なるほど。あとはレベルを上げていきたいんですが、まだオートスキップするにはちょっと宝箱の数が、まあ、足りないので、ちょっとまだダメだ。あと2進化？いや、これで終わりか。ちょっと待ってね。チェリーボム OK。 あ、これで終わりですね。じゃあ、レベルアップもランダムで大丈夫そうですね。じゃあランダム常時にしましょう。さあ、あとは、10万討伐に向けて突き進んでいきたい。ただここのマップ確か敵結構多いのでワンチャンいけるかもしれないですね。ただそれにしては武器が弱いか。足押せえ、足が押せえ。
あ、まあそういう意味では数上げてサーヴァントとマナでも良かったか。そしたら多分、30分ぐらいで10万いけそうですね。敵の数も多くなるので、相手のペンタでも良かったかもしれない。ペンタもね、あの進化さえしてしまえばめちゃくちゃ漏れるので、チェリーボムがちょっとねやっぱ弱いか。進化なし武器としてはめちゃくちゃ高いんだけど、強さがやっぱ進化あり武器たちと比べるとそんなに強くないと。あとはたまにねゲットできるあの武器ですね、武器の増加系がボスから取れるともうちょっと火力も上がるかな。まあとはいえ討伐数もうすぐ4万台には来ていますと。おー、残念残念、やっぱあれは運だよね。残念、あとこのキャラ足遅いんで、なんか翼とかがあっても便利だったかもしれないですね。で翼の進化系はまあ結構いろいろあって、まあ強い武器もあるので翼でも良かったかな。21分討伐数が4万5千ぐらいですか。まだまだ火力が足りない。いや実質ニンニクが仕事してないんだよね。ニンニクの範囲まで敵が入ってこないからさ、武器枠が1ないのと等しいんだよね。でチェリーボンは言うて画面外とか画面外の敵に対して多少攻撃はしてくれるので、これはこれでまあ役に当たっているんだけど、ニンニクがあまりにもねちょっと役に立っている。悪の季節ドロー、本来悪の季節もレベルアップタイミングがちゃんとあって、まあ、そこで経験値を吸った方がいいんですが、ちょっとめんどくさいんで適当に取っていきます。さあ討伐数は5万を突破しましたね。一応ニンニクがあるから、まあ、ちょこちょこ回復もできるし、まあ、微量だけど多少当たっても、まあ、すぐ回復するんで安定感はありますね。あ、これはちょっと黙ってようかな。まあ、エンドレスモードがちゃんとついてることを願って、まあ、しっかりレベル上がるタイミングでレベルを上げる。やっぱその方が効率がいいね。あ、ここまでがギリか。ただこうやってなんか止まってると討伐数ってあんま上がんないんだよね。さあもうすぐ討伐数が6万に到達しますね。このレベルアップするタイミングでうまく引き寄せとかが、発動するととてもいいんですが、どうでしょうか。発動するかな。あと6秒耐えられる。耐えられそう。いや、ギリか。
ああ、ギリギリダメだった。ギリギリダメか。やっぱ動いて討伐していった方が良さそうだ。まあ王冠は一応あるので王冠の効果は乗ってるはずなんですよ。うわ、いてててててて、やっぱカースが発動すると敵が強いね。さあ王冠のタイミングや。経験値をくれ、経験値をくれ。いや、思いのほかレベルが低いんだよな。138。でカースのタイミングはね、しっかりここ強いんで放置しといた方がいいかもしれない。王冠や、広い広い広い。あ、言うほど倒せてない、言うほど倒せてない。難しいっすね。ワンチャンこれ26分引き寄せ間に合うか、王冠のタイミングと重なるかな。いや無理そうだな。さあ王冠のタイミング、宝箱でフッ取れないかな、取れないか、残念。さあ26分討伐数が7万、ワンチャン30分討伐数10万いけるかな。こっから敵も多くなってくるし、さあ引き寄せのタイミング、ここでレベルアップを図るんや。そうすれば強さが多少上がるはず。だいぶ強くなってきましたねこのキャラ自体は。ただ30分は無理か、さすがに30分で10万は無理か。いやマジでカース取ってよかったなこれ。さあこのタイミング、経験値をくれ。あー終わってしまった、レベル上がんだ。レベル上がんなすぎだろ、もう討伐数も増えないし、もう適当に行くか。カースのタイミングちょっとだけ注意。この固まってるのがどこで固まってるかがね分かればもうちょっと楽なんだけど、あと引き寄せとこの王冠のタイミング合ってないんだよね。わ、討伐数伸びないっすね、硬いわ敵が。ちょっと威力不足感がある。さあ28分のラッシュ、結構ここね28分29分、昔はめちゃめちゃ強くて大変だったんですが、まあ今となってはというところでしょうか。なとはいえ硬いねやっぱりね、硬い硬い。ああ10万討伐がな、30分でできなかったか、エンドレスモードになってるかな、ちゃんと不安でしょうがない。これなってなかったらこれ何のラインやってなっちゃうからね。
まあキャラは解放できたんで、これはこれで良しとするか。キャラは解放できたかな。おお、入ってくるの。おお、なんか HP やばくなってる。まあこのまま歩き続けても多分10万討伐はいかないんで、とりあえずゆっくりしましょう。ここで、まあ、死なないことがね一番。あ、よかった、エンドレスモードになってますね。30分。あ、よかったよかった。じゃあもうゆっくり10万討伐目指していきましょう。76,550からスタートですね。こいつまた登場するんだ。言うてなんか買えるわ。あ、復活とかが売ってるんだ。へえ、まあいらないけど。これまたボス出てくるんで、ワンチャンあれじゃないかな、宝箱から武器が2種取れるかもしれないですね。そうか、やっぱりこの微妙な昔の武器が混じってる構成だと、なかなか一発で30分10万ってのは難しいですね。このキャラ自体はまあ強いキャラだと思うんですよ。初期武器も強いし、まあなんかこの暴走モードみたいな発動するとめちゃくちゃ速くて火力も高いし、まあただし、まあやっぱりちょっと今現在の刺してる武器が、まあ聖書とかニンニクとか、まあその辺が刺さってる関係上なかなか難しそう。ああ、残念。もうすぐ8万ぐらいに到達しそうですね。いやでも今回良かったな。隠しキャラも解放できたし、まあメイヤの10万もちゃんとエンドレスモード設定してたおかげでいけそうだし、なんだかんだね隠しキャラは全解放したいし、まあ一度は全部使ってみたいですしね。あと、そもそも全部終わっても、まだ、まだ、アドベンチャーという名のね、ちょっと全然わからない仕様のがあるので。で、アドベンチャーしかもなんか DLC もあるっぽいんですよね。DLC の方のアドベンチャーも。で、私今 DLC 全買いしてる状態なので、おそらく DLC アドベンチャーも全部遊べるんじゃないかなと思ってます。まあ、どんな感じなのかは全く不明ですが、なんか軽く見た感じ、1から、まあ、またキャラを育てていくみたいなモードらしいので、まあ、それはそれでいいんじゃないかなと。ただ序盤はなかなかクリアできそうにないけど。でかつアルカナとかも、まあ、なんか持ち込めないらしいんですよ。で今私狂乱の調べが大好きすぎて、てか楽すぎて狂乱の調べ以外取ってないんですが、まあ、また狂乱の調べがない、ね状態での戦いとなるので、それはそれで引き寄せ大変だなと。狂乱の調べがあるとアイテムの引き寄せがいらないのと、まあ、道中に落ちてるアイテムを引き寄せる必要がなくなる。で宝箱の取り逃しもまあほっときゃいいやってなるっていうのが本当に楽なんだよ。もうストレスフリーでできる超いいアルカナなんですが、それが使えなくなるアドベンチャーはなかなかに大変そう。もう今ぬるま湯状態だからね。いわばぬるま湯で遊んでる状態だから。骨骨ラッシュゾーンですね。敵の数はそこそこ多いけれども、
いや、ボス、あれだね、宝箱から武器落とさないの。あれの発動条件は何なんだろう。多分、運だと私は思ってますが。飽和数残り1万5千ぐらいですね。だいぶ武器も強いので、まあ、死ぬことはないですし。武器欲しいな、武器。せっかくなら。とはいえ、もうすぐ9万いくか。さあ、設置型の敵がいっぱい出てくるゾーンで、かつ骨骨もいっぱい出てくるので、この辺は討伐数が稼げそう。そうでもないな。そうでもないな。思ったより骨骨の数足りないっすね。やっぱ移動速度がないとなかなか討伐数稼げないのかな。はい、残念。さあ、討伐数9万達成。武器レベルも上がってるけど、やっぱニンニクが効力発揮なしなさすぎだよね、これ。さすがに。一応このなんかニンニクのアルカナっぽいの取ってみたんだけど、これでも多分ね、微妙だと思う、これ。そしてなんだかんだ残り5点ぐらい。だいぶ終わりが近づいてまいりました。お、終わりそうだね。残り500。オッケー。ということで、10万討伐完了ですね。じゃあ戻りましょう。オプションで終了。はい。ということで、メインやムーンスペルで10万討伐を達成しました。そしておそらく隠しキャラ何か解放できたのかなと思います。どれか。あ、これか。これだ。こいつですね。獲得。なんか名前が変な名前ですが、獲得ボロス。なんかこれ翻訳間違ってるね。レベルごとに成長が 2% アップで、これなんだっけ、クロスの進化武器かな。十字架の進化武器ですね。というキャラを解放しました。次回またね、新しいマップ等々行こうと思います。それでは本日以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。Welcome to the channel, it's time to play. Come and see the show, you the game today. Our journey's starting. Won't you come along? Grab your controller, get ready to blow.